尖閣諸島の一途一、魚釣ツ島に対象島三、ク島四、北小島五、南小島六、沖の北は七、沖の南は八、伊勢左から、魚釣島、北小島、南小島南小島は、尖閣諸島の無人島の一つ。日本が実効支配し、中華人民共和国及び、中華民国も領有権を主張している。別称は鳥島。 尖閣諸島の主島である、ウオツリ島の東南東方に位置する、無人島。石垣島の北西約1 6 5キロメートル、入表島の北方約1 6 0トルに位置する。島は楕円型で2カ所の尖った岩場とその間の、隆起産後の平地からなり、磯名の瀬戸という水道を隔てて、北小島と対を成している。面積は0.324628。 平方キロメートル。最高標高は149メートル。私有地であって、2002年から日本政府が年188万円で沈借していたが、2012年9月11日、日本政府は、魚釣り島、北小島と共に3島を埼玉県に所在する地権者から20億5000万円で購入し、日本国への所有権移転登記を完了した。 日本の行政区分では沖縄県石垣市との城尖閣2390番地にあたる。上陸するためには日本政府の許可が必要である。日本が領有し実行支配しているが中華人民共和国及び中華民国も領有権を主張している。島の南西部にはかつて鰹節工場や海鳥の羽の加工場があったが事業中止に伴って無人島となった。 絶滅危惧種であるアホードリの繁殖地である。ありがとうございます。